はいどうも、りょうへいです。ふうとうです。そして JQ のゆうさくです。はい、お願いします。本日はありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。最後でバットもちゃんともらって、よっしゃ、みんなもらえてよかった。本当に僕だけだったんで最近いなかったの。よかったっす。まあでもね、この前のビッグアウト戦でもとんでもないの打ってたし、とんでもないエラーもしましたからね。まあでも今日もね、あの外野でも、はい、サードでも守ってたんで、ちょっとそちらのグローブ紹介の方させていただければと思います。お願いします。じゃあまずちょっとそちら、こっちから。はい、内野手の方から、はい、最後僕裁かれた、はい、ローリングスですね。ローリングス、これ比較的新しく買いました。最近買いました。2年前くらいです。おあ、2年前からもうこのカラーリング出てたんだ。そうなんです。なんか最近ローリングさんのグローブって結構カラーリング派手めだなっていう。あ、デザインがすごいですね。花火だったり。そう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 。でもこのカラーリングは結構派手じゃないですか。はい、あ、2年前からあったんだっていうの。ちょっとおかしいですか。はい、ありがとうございます。これ白いところが片押しになってるんですか。あのデザインがちょっと入ってるような、近くで見ると分かる。でローリングスのラベルとオーバルマーク入ってるような感じで、で品番としては HOH かわしすぎですね。なんで公式用かと思ったんですよ。ちょっと、ああ最初硬かったですか。めっちゃ硬くて最近長くなったんですけど、はい、ローリングスって皮分厚いですよね。ちょっとそうですね、まあ、だからちょっと硬めに感じるのかな、はい、別に皮がカチカチじゃないんですよ。ふんわり柔らかいんですけど分厚いから硬く感じる、はい、そうです。質感的なもんです。はい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 。このマーク忘れてないですか。あ、今のね、そう流行りの、うん、人差し指とか、まあ他の指部分にある刺繍が入ってますね。ローリングスはやっぱりここが大事です。なるほど、忘れてない。ナイスプレー。も知らない情報がいっぱい出てきますね。2年前からあったんだっていう。ありますあります。へえ、これはちょっと驚きでしたね。僕からすればこれなんかこだわりとかって、チーム色が赤なんで、はい、赤というちょうどあったみたいな、まあ、あとみんながこう手に取りやすいような、うんうん、あこれ使っていいって言って使えるようなグローブ。なるほど、誰でも貸せるグローブですね。優しい。はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあちょっと次外野手の、これはかなり年季が、うん、購入冬に買ったやつ。え、じゃあ何年使ってますか。10年目とかす。思い入れのあるグローブっていう。そうなんです。で、これアシックスのマークがシリコンラベルの。いや待って待って、懐かしい懐かしい。そうなんですね。今もうないですから。はい、やっぱりこのマークじゃないですからね。あのスピードテックか、出たてだと思います。アシックスが出たてで大谷モデルが欲しくて、中学生にめっちゃ人気だったっすね。うんうんうん、うん、あそっか、同い年ぐらいですよね確か。僕僕26なんで。ですよね、はい、そうだから出たてなんだよ。僕が高3ぐらいの時に。そうですよね。やっぱ皆さん大谷選手が使い始めたりとか、鈴木誠也選手とか。そうそうそう、はい、なんか外野手にしては浅くないですか。いや僕握り替えがめちゃくちゃ遅かったんで、はいはいはい、高校の時にそれをよく指摘されてたんで、なるべく浅く、うん、握れたら僕あの、まあ、肩には自信があったんで、ね、握り替えするためだけに浅く作る。なるほどなるほど。いやーこれめっちゃ使い込んでて超かっこいい。めっちゃ使い込んだんですこれは。やばいな。なんかもう本当に内野手用に見えちゃう。めっちゃもうグニャグニャする。逆閉じだし、はい、いやこれはすごいわ。高校生からこんな、うん、意外と使いやすいです。うまい内野手の人の。そうそうそう、スラッカーぐらいグニャグニャする本当に。いやでもこれを使えるんだから本当にうまいんだろうなっていうの。僕はめっちゃ下手っすよ。さすがっすよ。いやいや、はい、何をおっしゃってるの。はい、ということでね、はい、2つのグローブ、はい、紹介していただきありがとうございます。ありがとうございます。ではまたちょっと撮影も試合ももし、はい、あれば機会があれば、はい、お願いします。お願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあちょっとお名前を。ジャイキーの達也と申します。達也さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあちょっと今グローブ紹介やらせていただいているので、はい、どんどん出していただければと思います。お、アディダス。なかなか見ないアディダス。なかなか見ないですからね。はいはいはい、撮ってない。これはオールラウンドですか。そうです、オールラウンドです。お、外野で使ってる。そうです。でさっき優作君の話じゃなかったんですけど、僕も握り替えを命としてるので、はい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 、僕は逆に肩が弱いので、はいはい、握り替えしてすぐ投げる球出しの良さをカバーしようと思って、ちょっと小さめの、そうですね、オールラウンドを買うっていう。サイキ始めるよと思ってスポーツデポに行き、一番輝いたのがこいつだったんですよ。なるほど。それを1万円で買った。買ったんですよ。何もオーダーじゃないです。こだわりはありますか。こだわりでも本当ちっちゃかったんで、うん、本当外野手って長いのが主役だと思うんですけど、僕はその球出しの面であったんで、こいつをすぐ取ってはめたら、肩がまだ本当普通なんていうの、スポーツ用品店に売ってるのってこれじゃないですか。そう、なんかちょっとあ残念みたいな。なんか野球ショップとスポーツ用品店ってちょっと違いますよね。違いますよね。それがなんかちゃんとしてたんで、お、でお値段もリーズナブルだったんで、僕は買う顔してて。なるほどなるほど。ちょっとお借りしてもいいですか。ありがとうございます。え、でもこれオールラウンドなのに背面紐通し、なかなか珍しいな。で、そう、ウェブが編み込みになってるんですよね。これも珍しいです。逆にこれを1万で売っていいのかって。そう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 、値段間違えてたんじゃないかなと僕は正直思ってます。はいはいはい。肩も落ちてないね。ゲポさんとかですか。スポーツデポです。です。普通に売ってるとか。デポさん安いっすよ。安いっす。いや、これ多分モデルが1個前とかだったのかもしれない。はいはいはい。で、やっぱあのその逆巻きなんでポケットも広いんですね。そうですね。返し広いし。
いいとこ取りっていうような感じのグローブです。これもね、まあ、量販店とかでもたまにいい安くて、結構みんな量販店だからって思ってる人は探してみてください。あると思う、あると思うんで、本当にいいグローブなんで。まだ硬さ残ってますね。そうですね、何年ぐらいですか。4年使ってるんですけど、まだ残ってて、そう、全然ポケットとかもふにゃふにゃになってる、色落ちはしちゃってるんですけど、はいはいはい、それはまあまあ仕方ないですけどね。年金入れた方がやっぱかっこいいかな。そうっすね、やっぱジャイキンさんなんか赤は関係ないっす。あれ、僕赤が好きなんですよ。そういうことですね、全部返されちゃう。はい、ということで、こちらもすごいこだわりのあるグローブなので、皆さんもね、量販店とかぜひチェックしてみてください。はい、すいません、ありがとうございました。なかなかとありがとうございました。ありがとうございました。はい、すいません、ありがとうございます。いや、入ってないっすよ。そう、そうなんか MVP 取ったからって。おー、そうですね。もう一応取りました。いっちゃっていいのか分かんないけど、まあちょっとね、とりあえずさっきのお名前を。あー、じゃあ君の海人です。はい、海人くんお願いします。お願いします。海人くんも同じ年ぐらい。26年ですね。あ、そうか、1個下だ。そうか、だから同世代なんで。いや、先輩です。同世代でいいじゃん、そこは。先輩、先輩、お前黙れよ。はい、じゃあちょっと今自己紹介させてもらってるので、はい、この前ね、突撃した時にちょっと出たっけな。出しましたね、ちょっとだけ。ですよね、ほんのちょっと。でも全然触ってないっすよ。そうですね、ちょっと喋ったぐらいだったんで。これは水のペロの、多分これオーダーなんですけど。お、これもしかしてイチロー選手モデルじゃないですか。かもしんないです。これかもしんないっていうのの理由があって、はい、ジャイキリに前橋ってやつがいるんですけど、はいはいはい、そいつが大学4年の時に僕社会人でやってやるっつって、はいはい、そいつはもうやらなくて、うんうんうん、じゃあなんか使い、このグローブ使って社会人ってくれる。おー、でもらったグローブなんですよ。かっこいい。なるほど、男道って。あー、やっべ、男道や。いいですか。いや、いいです、いいです、いいです。これラベルがプラチナラベルなんですよ。20のプロでプラチナラベルで選択できるのってイチロー選手モデルだけなんですよ。だからウェブはこれ確かにイチロー選手モデルのウェブではないんですけど。あ、そうなの。ちょっと違いますね。書いてるんですよ。うん、まあオーダーだから。そう、オーダー。元はイチロー選手の型番そっくりそのまんまでウェブを変えたっていう感じですね。で、そうそう、オーダーだから大体のグローブって木じゃがみなんですよ。これが玉はみになってる。へぇ、大体ここなんか白く、はい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 、はい、なってじゃなくて別の革で、はぁ、あの白いのが断面なんですよ。あ、そうなんですか。だから玉はみの方が強いんですよ、うん、打球に関しては。だよね、合ってるよ。合ってます、合ってます、合ってます。っていうような特徴もあり、で、イチロー選手モデルのウェブってこの紐だけなんですよ、はい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 、と、あ、1本入ってないよね、入ってるか、ちょっと入ってるぐらい、うん、だけど、これさらに真ん中にね、入ってるわ、もっと補強されるんだ。へぇ、型崩れがしにくいグローブなのかなっていう。確かに、そんなイメージじゃないの、崩れるイメージですよね、はい、ことはこれ使って何年目ぐらいですか。だから、3、4ぐらいですか。このぐらいだと。これ公式用ですよね。公式です。あ、そうです。だから、めっちゃ芯分厚いです、ここの。いや、ね、親指と小指やっぱさすが水のプロっていう、うん、確かに。ちょっと重いけどね。いや、でも外野手にしよう。だから僕あんま磨かなくて、あ、重いの嫌なんで、マジで。まあ、水のプロは元々の皮がいいから重いですよね、そうす、ちょっとなし、皮に油が詰まってるんで、しっとり感がしてる。なんか他のグローバルエリートとかよりかはいい、やっぱいい皮使ってる分、その皮本来の油もあるんで、そんなガッツリ塗らなくてもいいかもしれない。まあだから色落ちを防ぐ意味でちょっとコーティングするぐらい。確かに色落ちはしてきちゃった。まあまあ、でもそれもいい、味ですか。味でね、取るのがうまいなっていう。汚れないかもしれない。しっかりもう、そう、しゅうまいね。さすがっすよ。ちょっとバテクでも言ってたから。あ、まあ、ほんまだから MVP なんです。まあまあ、そうそうそう。やべ、ちょうどやってるの羨ましい。いや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 、無調整になるかもしれない。MVP でもらったグローブとかは大丈夫か。ちょっとしたら出す。出してきます。しょうがないな、 MVP だからね。はいはいはい、これ今日から僕のグローブになるのかな。これなんかもらったんですよね。 MVP なんで。それはね、あんなホームラン見られたらね。でもこれ僕はめて思ったんですけど、はい、結構小柄なんで、結構 僕好みなんですよ。まあ GS の回収仕様がそんな大きいわけ、大きくはないですね、うんうんうん、なるほど。軟式用なんで多分肩付けはすぐできるんじゃないかな。はぁ、でも革は公式だ、寺田だから。そう、革は公式っぽいわ、硬い、思ってる。でも、寝台が軟式なんで、ちょっといいですか。いいですか、はめてもいい。こうですね、GS の直視の。お前もな、いつの間にか手に入れてるしな。あれバレてるか。当たり前だろ。これじゃあ、育てていく。まあもちろん感じですよね。結構気に入ってます。赤の線と、チョコなんですよ、これは。はい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 。これがいいよね。これがいいんですよ、うん。紐が黒だったら、ちょっと、なんかまあ、カチッとしすぎちゃう。ああ、そうそうそう。これいいっす。使います。ありがとうございます。新しい。ゴリスプさん、ありがとうございます。はいはいはい。まあ、ということでね、はい、本日、ジャイキンの皆さんのグローブ紹介をさせていただきました。はい、まあ、皆さん、試合でも大活躍です、はい、そちらの動画の方も、試合動画の方のチェックの方もよろしくお願いいたします。お願いします。ジャイキンさんのチャンネル、概要欄にリンク貼っておきますので、チャンネル登録と、そちらのね、動画のチェックの方もよろしくお願いいたします。舐めます。
え、マジっすか。マジっす。登録しましたって。めちゃくちゃないと分かんないな。飲みます。え、してくれました。あ、当たり前じゃないですか。だってなんだよ、みんなしてますから。だからコラボする前からしてるから。本当か。してますから。マジっすか。何やねん。ちゃんとしてます。ありがとうございます。いや、それ当たり前だって。これは先頭出しの方ならみんなしてる。はい、ということでね、面白いチャンネルなので皆さんチェックの方もよろしくお願いいたします。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。翔平TV2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。